皆さんこんにちは、ミニマルです。説得力のあるイラストって魅力的ですよね。でも自分を振り返ってみた時に、自分の描いたイラストはポーズも微妙だし、色の選び方もよくわからない、そもそもどうやって練習すれば上達するのだろう、そんなことを考えているお絵描き初心者はいませんか？そんな方におすすめの講座があります。オンラインでイラストや映像技術を学べるコロソーです。このチャンネルではこれまでにもコロソーの講座を2つ紹介しましたね。概要欄のリンクに2つの講座のレビュー動画を掲載しています。どちらも好評でしたので、今回で3つ目になりますが、新しい講座をレビューさせていただきます。今回紹介する講座はまた別の切り口でイラストの向上を図る内容で、講師のマルモル先生はなんと理学療法士の経歴を持つ異色のイラストレーターです。講義内容もその経歴を生かした内容が含まれています。講座動画は全部で20本、それぞれ分かりやすく章立てされています。長尺の3時間以上の動画もありますが、これはイラストの作業風景をそのまま動画にしているものです。前半部分ではイラストに取り組むための座学、後半では実際の線画や色塗りなどプロの作業を見ることができるので、とても充実している講座です。早速内容を見ていきましょう。まずセクション1では、初心者向けに講師の経験を踏まえて計画的に目標を設定して練習していくメリットが解説されます。その足がかりとして、客観的に自分をプロデュースする目的に使用する ICF 国際機能分類法という聞き慣れない表が提示されます。リハビリの臨床現場で国際的に使われているものらしいですが、何のこっちゃ分かりません。しかしこれをうまくアレンジしてお絵描きする人向けに使う方法を教えてくれます。自分の状態や理想の姿、何が得意で何が苦手か、客観的にこの表を活用して自己分析していくことで練習に生かす方向性が見つかるというわけです。そして上達のためにアプローチ方法として、トップダウン型とボトムアップ型という2つのケースの解説があり、初心者が優先すべきはトップダウン型と結論付けられます。トップダウン型って何でしょう？このあたりの話は練習方法に迷っている人にはとても役に立つ内容で、頭のモヤモヤが晴れるようにすっきりとして考えがまとまると感じました。またそれ以外にも、体を痛めない管理法として椅子の選び方から筋トレの勧めなど、理学療法士ならではの大切な身体管理も教えてもらえます。確かに体は資本ですからね。腰を痛めてしまって絵を描くのが大変になってしまった某漫画家の先生もいらっしゃいますので、他人事ではありません。セクション2では運動学習理論の解説。イラストを描くのに運動という疑問が湧きましたか？講義内容の術中にはまってますね。とても興味深い内容でした。誤差学習や強化学習という、やはり聞き慣れないワードが解説されますが、練習と反復で無意識レベルで理想の描き方を習得する方法とのこと。詳しくは講座を見てもらいたいですが、目標の設定がキーワードになりそうです。初心者がどうやって自分の練習を組み立てていくべきか、モチベーションを保つためにも目標設定が大事ということです。そして基本的な人体の解説、マルモルさんの経歴を生かした内容でとても役に立つものです。違和感のない人体表現、無理のない姿勢をポージングするには専門的な知識も重要です。私も解剖学を少しかじっていますが、この講座では胸椎と腰椎の構造の違いについて詳しく学ぶことができました。可動域の違いは私も理解が足らない部分でしたので、なるほどと思いましたし、すぐにポージングに使える実践的な知識でしたよ。セクション3では、いよいよラフを制作する前に大事なこととして、魅力的で雰囲気のあるイラストを作るために描くことと同じぐらい大事なこととして、考える作業を進められます。何が描きたいのかしっかりと準備することでクオリティがかなり変わること、その考え方と資料集めの方法が解説されます。具体例も提示してくれるので分かりやすかったです。これはおっしゃる通りで、何も考えずに描き始めても良いイラストは生まれないんですよね。私もよく失敗します。いつも適当にとりあえず好きなキャラの顔を描いちゃおうとかやってみて、結局うまくいかない人はこの考えるという行為を勉強しましょう。私も勉強します、本当に。そしてここからはラフ、線画、着彩とプロの作業風景をほとんどそのまま動画で見ることができるので大変貴重です。動画の尺も長くなってきますが、マルモルさんが作業に没頭して解説がない部分はここまでですよと次の解説の時間を表示してくれるので、早回しをしたりスキップしたりと時間をうまく使って動画を見ることができます。こういう細かい配慮はとても嬉しいです。
そういえばコロソの講師陣は韓国の方が多いので、前回までのレビュー動画では字幕を見て理解していましたが、マルモルさんは日本人なので動画を見ながら解説を聞くのがたやすいです。ここから後半部分はイラストを描きながら都度解説が入るという内容です。ラフ段階でイメージを練り上げる大切さが語られます。カラーラフをしっかりと作ることで完成イメージを把握できるので大事ですね。また講座を受講している生徒には実際にマルモルさんが使用しているクリスタのブラシが配布されますので、これもかなりお得な部分です。使いやすそうなブラシがいくつかありました。実際に線画を描く動画では、線画をきれいに描くコツなど、線画が苦手な人はとても気になる内容です。セクション5から着色に入りますが、明暗とサイドによる影色の解説や色の視覚効果の錯覚など、かなり専門的な色彩講義が始まります。隣り合う色に影響されるとどうなるのかなど、着彩に役立つ知識は知っていると他の人と差がつきそうでした。私は髪の毛を塗るのが苦手なので、髪の毛の解説がとても参考になりました。パーツ分けで立体的に形をつかむ方法や、流れに沿って塗る具体的なやり方など、すぐに使ってみたい技法がたくさんありました。この後も完成まで講義が続きますが、全部話しちゃうとネタバレになってしまうので、この辺にしておきます。服の質感によって線や塗り方を変える方法や、背景のテクスチャーを使った表現、ライティング加工の方法など、プロの手の内をかなりたくさん見せてもらいます。私はフォトショップで最後に仕上げをするやり方がとてもいいなと思ったので、今度早速試してみます。いかがでしたでしょうか。この講座では違和感のない人体を描くための知識、色の効果にまで踏み込んだ着彩技術、そして初心者の皆さんが興味が持てそうな効率的な練習方法、こちらは自己分析の具体的なやり方について学べます。イラスト初心者にとって大変おすすめの内容であるということが分かってもらえたと思います。なんとなくぼんやり考えていたことがはっきりと導かれるような、なるほどこうやって進んでいけばいいんだと前向きに一歩前進できるような内容の講座でした。絵を描く前の段階でつまずいている人にもおすすめです。またプロのイラストレーターの絵の仕上げ方に興味がある人にもおすすめです。コロソの講座はすべて買い切り、無期限で見ることができますので、そこも安心なポイントですね。講座ごとの買い切り料金はリンク先をご覧ください。専門学校などと比べれば決して高くはないと思います。自分のペースで進められるのもメリットですね。前回のレビューでもお伝えした通り、コロソの講座はとても内容がしっかりしているのでおすすめできます。ここまでの内容が気になった人はぜひこの講座を受講してみてくださいね。今回の動画は以上です。この動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。